ロック向上委員会 .com とは予算ゼロでお送りするロック伝道番組である。この世のすべてのロックに愛を。今回使用するアルバムはこれと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 これ。持っている人はお手元にご用意を。持っていない人は今すぐ買いましょう。ロックに愛を。いいアーティストには印税を。ロック向上委員会 .com。 始まる。朝ロック向上委員会 .com。 イエーイ、イエーイ。4月だよ。春ね。いいっすね。青春かよ。青春かよ。青春かよ。青春じゃねえよ。さあ今日も始まりました。ロック向上委員会 .com、はい、委員長のバグ佐世川です。よろしくお願いいたします。さあそして一輪のお花ちゃん。はい、副委員長の文賀優香です。はい、文ちゃんですよ。文ちゃんでーす。やっと。ヒゲ生えましたよ。本当ですね、うん、本当じゃないですかね。はい、まあ、ほぼほぼ半分ぐらい白髪ですけど前回から急激な伸び、4回連続ほぼほぼなかったよね急にここでこんなに生えるこの2週間で何があったんだっていう、ね、そんなことない、ため撮りですよ言っちゃうんだ。ため撮りに決まってるじゃないですか。ため撮りだから生えるわけないよね、その日に撮ってるんだからそれ入るわけないですね。そう、はい、なのでまあ久々にということで、いやでももうこれがバグさんって感じですね。やっぱそうなんですよ、はい、言ったってこれなんで剃ったかって、あさみさんに言われて、まあそれもそうなんだけど、はい、そう、あのインドネシア人の友達のお母ちゃんがいて、はい、もう結構もう寝たきりではない、外に出られるんだけども、はい、まあ、車椅子とか、ね、介護というか介助が必要なお母ちゃんがいて、はい、でそのお母ちゃん仲いいんですけど、はい、僕、うん、お前最近ジジイみたいだなって言われたんですよね。ちょっと悪口ですよね。そう、そう。で義理の息子、はい、ね、義理の息子、はい、要するに僕の友達のご主人って、はい、まあ、そっちが友達なんだけど、はい、ね、で僕より3つぐらい年上なんですよ、うんうんうん、ね、これどっちが年寄りに見える、はい、って言ったらお前だってまあそこでほぼほぼね、はい、妻のチャンティックさんがですね、はい、こりゃ育てた方がええと。あ、でもね、もう剃りませんよでもヒゲでだいぶ印象変わるんだなっていうのを分かりますね、やっぱ、うん、こう見る。どっちがいいの、いいって、その似合う似合わないは別として、はい、ヒゲがあった方が印象はいいのか悪いのか、うん、まあでも今聞く前に思ったけど仕事的にはやっぱヒゴ、ヒゴだってヒゲない方がいいんだよねまあでもバグさんのお仕事的になんか、うん、こうこれがバグさんっていう、うん、なんかもうヒゲがトレードマークみたいなのの方がなんかいいんじゃないかなって。ただね、はい、結婚式の司会とかあるじゃないですか、はい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 、ね、ああいうのは全く呼ばれないよまあそれはあれですよね、場所がもちろん影響はしてきますよね、うん、こういうパーマもダメだよね。あー、まあ、パーマで長くてボサボサでヒゲ生えてて、はい、まあ眼鏡は別にさ、はい、透明のやつにすればいいんだから、まあそうですね、はい、よろしくお願いします欲しいんだやりたいんです。ロックな結婚式とか良くない？いいですね、うん、ロックな結婚式やるとしたらどんな感じですか？あ、もう入場からロックか。入場からもう何でもいいよ、メタルでも何でもいいけど、はい、まあ、派手な方がいいから、はい、ブルースロックよりはそうです、ね、どちらかというとあのずんだかずんだかずんだかの方がいいよね。でも結構私思いましたけど、うん、お客さん側からしたらもう疲れちゃいますよね多分。途中ちゃんとバラードとか。ああ、そうなんですか。ロックと言ってもバラードはあるし、ラブソングいっぱいあるし。そうか。まあ大体さ、はい、歌詞的にね、最終的にはハッピーエンディングだよなんていう歌詞はほぼほぼないけどねそれを結婚式でやるっていうのはどうなのかっていうところも、わかんねえじゃん、もし洋楽であれば洋楽であれば、まあ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 、そうですね、そう言ってしまえばまあそうなんでも、うん、私がこの前行った、はい、あの先輩の結婚式でも、うん、その
あれじゃないですか、慣れ初め VTR みたいな。慣れ初め、はい、それでも、ビートルズ使ったりとかしてるんで、はいはいはい、ありですね、多分ロックの結婚式ね、はい、まあ、要はこっちから求愛、愛してるよ愛してるよみたいなので終始終わってるような曲であれば、はい、まあまあギリギリいいかと、ね、で最終的にもう別れた前提で歌ってる曲ってたくさんあるじゃないっていうかほぼほぼそうだよね。あんまりハッピーエンディングの曲ってそんなにはないよね。そうか、うん、どうなんですかそれ。ダメなのっていうかさ、よく言うじゃない、例えばなんだろう、僕ラジオやってるじゃないですか、はいはいはい、で試験のシーズン、うん、ね、試験に落ちるとか滑るとか絶対言ってはダメですよって、ダメ、はい、なんで関係なくないそれを聞いて落ち込む方がおかしい、だって全然別じゃないですか。だよね、はい、俺あれねいつも言いたいのよ、俺別に言うぜって何が関係あるのって。でもなんか逆に言っちゃってから、うん、あみたいなのの方が失礼ですよね、うん、もうなんか言っちゃったなら言っちゃったでもう言い通せばいいんですけど、そうそのまま通しちゃえばいいんだよ。間違えて落ちるって言っちゃった後にあごめんみたいなのが一番やばいと思うんですよ、うん、だけどさ、うん、汚れが落ちますよっていう言葉を言うとするじゃない、はいはいはい、ね、このスポンジめっちゃ汚れが落ちるんですよと、ね、それを聞いて落ち込むやつの方が悪くない？まあすごい熱弁ね。いやマーグスさんすごい熱弁してる。俺ねそういうので本当に嫌いなの、はい、本当に嫌いなの。嫌いなんだろうなっていうの伝わってきますよ。人のせいにするんじゃないよっていうさ。いや本当そうですね、自分自身との戦いですから。そう受験なんていうものはなんでこの話になったんだろう全然わかんねえや。まあヒゲですよ。はいはい、あそうだそうだ、ヒゲの話でした、ね、ヒゲの話でございますよ、はい、バグさん、これがバグさんです。やっぱ一番いいと思います、はいはい、今日ね、これ多分4月の4週目の日曜日にアップなんですけど、はいはいはい、実際はね、エイプリルフール気持ちいいよね、この4月1日に始めてるっていうのがさ、はい、なんか気持ちいいよねもう踊りたがる これハンルーミスターミスターですね。違いますけどね、ちなみに全然違いますけど、ちょっと待って、こうだよ俺知ってるの、こんなんじゃないですよ、めっちゃダサい、幅だけめっちゃダサい全然違いますけど、ね、やめてくれ、俺自分で怒られますよ、自分で見えるけど全然ダサくないけどミスターミスター幅だけてもう、ね、全然そんなんじゃないですって。そう、4月1日です よ, そうですよ。気持ちいいよね。いやなんかエイプリルフールだから、うん、そのディレクターのカーチャーと喋ってて、はい、何かぶっ込もうかなと思ってたんですけど、ぶっ込む言葉悪いな、だいたい顔2つ入っててこういうちょっと言ってこういうアルバムジャケットありそうだね。だからあるのよ。ありそう、うん。パイロットって知ってる？知らないよね、もう何も出したことないけど、はい、どちらかというとパワーポップなんだけどね。はい、パワーポップっていう、はい、まあ、ロックの中のジャンル。パイロットのねジャケットにはそんな感じ。で後ろがね空なの。空でね、あのメンバーの顔がね、ちょうどここ、ね。あうん、今じゃあ完璧に、そう今パイロットいけそうでしたね。いけたあんまり、こうか、もうちょっと文ちゃん前出て、わうん、わあダメだなああ今よかった、あいやもういいかね、あまたやったもういいかさすがに。で何の話何でしたっけね、もうそれそれで、ね、あとエイプリルフールだから、その自己紹介かなんかの時に、はい、私文賀優香は、うん、今回の放送をもって、うん、この番組を卒業します。おめでとうございますおめでとうございますでエイプリルフールだよってやろうと思ったんですけどね。あなるほどね、はい、うんなんで言ったんだろう私わざわざで、はい、なんで言ったんでしょう ねえそれ文ちゃんのアイデア。そうです本当にくだらねえ
そうだよね。それは言わないお約束ですよ。川ちゃんは言わねえだろうな、そんなことって思って。そうですか、うん、あ、でもなんかいいやんみたいな言ってませんでしたっけ。あ、それめっちゃいいねって言ってませんでしたっけ。言ってねえよ。あれ違ったか。今バカ野郎ぐらいの言いっぷりでしたけど。よかったです、言わなくて、言っちゃったけど。ねえ、うん、もうエイプリルフールだかなんだか、そんなものもいらないよ。あ、もうそういうのも嫌いそうですね、バカさん。嫌い、嫌い。くだらねえって。嫌いっていうか、くだらない。まあ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 、そうそうですね。まあ時間の無駄っていうのかな。すいません、ええ。いや、全然いいですよ、別に。時間の無駄。あなたに怒ってるわけじゃないですよ。放送が4週目なんで、そもそも大体がね、はい、ちょっともう、まあ、全く関係ないっちゃ関係ないよね。いつ収録してるかもバレちゃったっていう。じゃあちょっと今日もね、今日からちょっと渋いですよ。渋い、ええ、難しいですかね。難しくはない。あ、本当ですか。はい、ただあのブルースロック、前回ぐらいかな、はい、ね、3つ前4つ前の、ブルースロックを2回続けて、はい、まあ、次はあのブルースロックのつながりで始めたけども、はい、いわゆるバンドがこうやってポップに流れていってますよっていう、ちょっと楽しかったじゃない、はい、ね、面白かった。ちょっとそのブルースロックとかの流れとはまた別なんだけども、はい、渋いやつ。おお、俺がいつも言うやつ。お、言うやつってなんだろう、はい、紹介します。どうぞ。じゃらん、今日のテーマはドロドロジメジメスワンプロックパート1。すごいタイトル。ピューヒョロピューヒョロジメジメです。はい、すごいタイトルですね。ドロドロジメジメ、ね、ドロドロジメジメスワンプロック、うん、はい、これ別にね、あ、音楽的にもね、結構ジメジメしてるものもあるし、はい、まあそうでもないものもあるんだけど、はい、スワンプロックは僕言いますね、よくね。言いますね、出てきますね、スワンプロックだって大好きですもん。あ、そういうことか。そうなんですよ、はい、もしかすると、まあ、子供の頃ロックの入り口は当然ビートルズとかストーンズだったんだけども、まあ、ストーンズ結構スワンピーな時代もありますからね、はい、なんだけどもやっぱりね、最終的に僕が行き着いた場所はここら辺だったりするわけです。へー。だいたいさ、ロック向上委員会 .com だけじゃないんだけども、はい、結構日本でロックのことを紹介するとどうしてもブリティッシュの方が目立ってしまう。あ、そうですね、そんな感じが、うん、今回ね、テーマ選ぶのに一応久しぶりに1回目何やったっけ、あ、歴史かと、4回目何やったっけ、はい、っていうふうに見てたの、はいはいはい、ブリティッシュ率の方が高いんだよね。なんかそんな気がします。そう、はい、英国率が高いというか、うん、なのでアメリカで当分の間は、あ、いいじゃないですか、ね、はい、所詮アメリカのものですから、はい、ね、ブルースにしろリズム&ブルースにしろ、うん、この2つが一番最初ロックの元祖なわけですからね。そこからロックというものが白人さんたちがね、うん、生んでいったわけですから、はい、このスワンプロック、まあ、スワンプロックね、はい、英国スワンプロックっていうのもあるんですよ。あ、ブリティッシュスワンプっていうのも。へー。だけども今回は一応サブタイトル、あの、長いんで書いてませんけど読んでいいかな、はい、はい、レオン・ラッセルから始まる音楽シンジケート。シンジケート、かっこいい。レオン・ラッセル、まあ、もしくはレオン・ラッセルから始まる、なんだっけ、忘れましたか、うん、忘れちゃった、忘れましたか、まあ、別に何でもいいんだよ。あ、やめますか。思い出さず、思い出した、スワンプコネクションっていう言い方もあるね。あ、こうレオン・ラッセルっていう人もよく名前言うよね。知らない、初耳、初耳ではないのかな。バチが当たった。出てきてたんだな、バチが当たった、バチが当たりました、ね、はい、レオン・ラッセル言ってると思うけどな。だって例えば今5人上って言っても言わないけど、はい、こう私にとっての5大ミュージシャンの一人ですから。あ、じゃあ出てきてますね。出てきてやす、はい、絶対に出てきてやす。はい、レオン・ラッセルね、2016年の11月に亡くなってます。あ、割と最近。そうですね、亡くなられて、まだ1年4ヶ月ちょい前ぐらいですね。74歳で亡くなってますけどもね、はい、この人はもうやはりアメリカの音楽界、はい、そして、まあ、ポピュラーミュージックね、うん、そしてこのスワンプという一つの潮流流れの中の大ボス、はい、ボス中のボス、重要ですね、はい、レオン・ラッセル。でこの人がいろんな人を
入れて音楽を作っていくことによって、はい、次に生まれるこのシンガーのこの作品もそこにレオン・ラッセルが絡むといろんな人をこう、あ、要はもうシンジケートというか会社というか、まあコミュニティというかコネクションというか、うん、もうこの人がいることでドラムはこいつを呼ぶで、こいつがダメな時はこいつを呼ぶとかっていうのがこう、だからバンドじゃないんですよね。あ、でこれをスワンプコネクション、へえ、本当大ボスですね。大ボスです。まあ、ある意味全然関係ない時に自分がこういうツアーを回るからって言って、はい、そのメンバーたちをごっそり持っていくじゃないですか、はい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 、でごっそり持っていっちゃったら実は約束していてツアーに出なきゃいけなかった、はいはい、ここの人たちがとても困っちゃったとかね、はい、っていうことも出てくるんだけど、まあボスですから。まあそうですよね、周りもそんな何も言えない感じは。今回はなので、はい、まあ、お亡くなりになったレオン・ラッセル、うん、1年4ヶ月ぐらい前ですけども、はい、レオン・ラッセルを中心にスワンプロックというものを、うん、お勉強していきましょう。いいですね。文ちゃん多分好きじゃないと思うけど先に言います。先に言います。へ、好きになってほしいんですけど、ね、あ、そうですね、好きになるかもしれません。はい、はい、じゃあちょっと1枚目、1枚目いきますか。行ってみましょうか、ね、はい、楽しみだな。楽しみ楽しみでちゅう1曲目こちらです。デラニー&ボニーのホーム、1969年です。あ、デラニー&ボニー、これはしょっちゅうですね、名前出ますね。わかりますわかります。デラニー&ボニーでございますよ、はい、ホーム、1969年、うん、これね、本当はデラニー&ボニーがエレクトラっていう、まあ、レコード会社というか、はい、レーベルから出したアルバムがあるんですよ、はい、アクセプトのサブスティチュートっていうアルバムかな、はい、でそのアルバムが本当は実際リリースされたのはファーストアルバムなんだけども、実はその前にこれは録音されていたという。そうなんですね。だから幻的になってたんだね。あ、先に撮ってあったのに、はい、これが出なくて次のが出ちゃったから。あ、でそれはなぜかというと、はい、デラニー&ボニー、はい、黒人のラジオ局、はい、まあ、言いましたっけ、まあ、60年代とか70年代初頭もそうだったと思うんだけども、はい、要は公民権運動っていうものがありまして、はい、ね、もともと奴隷でね、はいはい、アメリカでヨーロッパに黒人さんが連れてこられてっていう歴史があるわけじゃないですか、はいはい、だけどお前らと一緒の権利をよこせというふうに60年代にこう活発になったんですよ、運動が。でその時にだん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 と黒人とか白人とか関係なくしましょうねっていう風潮があったわけ。あ、しかしラジオ局とかっていうのはすっごく真っ二つに分かれてたの。白人しか書けない曲、それから黒人しか書けない黒人のラジオ曲。そんなお話聞いた気がしますね、はい、勉強しろすいません。そっかそっかそう、まあね、という歴史、こういうのを聞きながらこう、はい、歴史みたいなものもこう、ちょっとこうフォーカスしつつね、はい、勉強していってほしいななんて思うんです、はい、ですけども、はい、でこのデラニー&ボーニー一番最初、うん、曲がり間違ってっていうか、どういうふうにそういうふうになったのか僕知りませんけど、はい、黒人のラジオ局でガンガンかかるようになっちゃって。おお、なんでなんですかね。黒人だとみんなが思ったとか。曲だけを聞いて、曲と声。あ、まあソウルですから、ロックというよりはソウルですから。でみんながそう思ってたんだけど、はい、え、白人やんけと白人やんけと、そんなこともあるんですね。ということで、はい、逆に黒人専門のラジオ局から締め出しを送っちゃった、はい、かけねえよあんなやつらもっていう。うーん、そうという一曲、はい、ご紹介をしていきましょう、はい、このアルバムのね6曲目に入ってますね、はい、はい、行ってみましょう。 It's been a long time coming。もうソウルだからこれ。あ、スタックスっていうねレーベルあるんですけど、はい、ソウルとか、まあ、リズム&ブルースとかってレーベルでねカラーがあるんですよ。あ、まあ、要は事務所でカラーが違うというか、多分モデルの世界とか喋、はい、り手の世界とか、うん、
歌手の世界でもあるのかな、事務所によってこうちょっとカラーが あると思いますね、はい、妙に可愛い子ちゃんぶってるアイドルが多い事務所、あ、ね、妙に本物志向ばっかりが揃ってる事務所とか、はい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 、でソウルとかリズム&ブルースっていうのもそういう風に、うん、でこれも完全にスタックスの色ですね。でもプロデュースとかは結局白人なんですよ。あ、そうなんですね、はい、そうなんです。ドナルド・ダックダンっていう人と、誰だっけな、ドン・ニックス、ドン・ニックスもスワンプの、まあ、ボスの一つですね、はい、白人の人がプロデュースとかしてても黒人の人かって間違えちゃうぐらいの。ブンちゃんあれだな、これも覚えてないですね、僕言ったことありますけど、サザンソウル、はい、ね、南部のソウル、はい、サザンソウルと名付けられてる、ソウルのこの一つの塊は、はい、バック全員ほぼほぼ白人で、作詞作曲も白人、でそれを黒人さんが歌ってソウルやリズム&ブルースチャートでヒットを飛ばす。あ、それがいわゆる60年代のソウルを築き上げてきた。なるほど、それ多分1回は必ず喋ってますね、僕に2度3度目を言わせないでください。失礼いたしました。いえ失礼いたしました。まあそういう感じでね、歴史とかその時のこう出来事みたいなものと音楽っていうのを密接に結びつけて聞くと、もっと興味出ると思いますよ、うん、っていう説教しちゃった。バヤーン、反省、ね、聞かずに終わってるっていうね。ほぼほぼ聞いてねえっていう。喋っちゃった、どう、ごめんなさい、でも本当に今の一曲ちょっとほとんどごめんなさい聞いてなかった。そうだよね、はい、聞けてない。ドロドロドーン、ドロドロドーン。まあでも多分ね、そんなに反応しない曲ですよ。本当ですか。そうなんですよ。そうか、ね、まあ、スワンプロックそのものって何よっていう話も、はい、ロックの歴史とかその後も何回かちょこちょこ言ってますけどね、はい、何でしたっけ、湿地帯。湿地帯。湿地帯。はい。ペラペラめくってますけど。湿地帯。湿地帯。ジメジメした。ジメジメした音楽。それはここに書いてある。でもジメジメしてないけどね、今のはね。あれ。でも湿地帯ですよね。まあね。はい。はい、そうなんですよ。でも湿地帯ですよね。まあまあまあいいですわ。まあアメリカ南部っていうのがあって。はい、結構芳醇なわけですよ、いろんな意味 で、はい、ね、で音楽なんかも栄えてるというか、はい、でそこの特徴がすごいあるわけですね、はい、まあ、黒人さんたちが多いっていうのもありますし、うん、でそこにアメリカ人っていうのは憧れたりするわけよ、アメリカ人というか白人たちがね、はい、いやいや僕らも、はいはい、アメリカ南部行ってちょっと本物を聞いてみてーぜみたいな、ね、ニューオーリンズとかあるわけですよ、はい、ニューオーリンズなんかもかっこいいわけですよ、うん、ジャズの発祥の地でもあるんですけどもね、はい、だからそういうところにある音楽を、まあ、どこでやってもいいんだけど、をスワンプっていうんですね。なるほど、はい、まあ、ソウルとも言うしリズム&ブルースとも言うんだけども、はい、またもう一つスワンプというものがあります、はい、ミシシッピー川の周辺、アラバマとかフロリダとか、はいはい、そういったところ、まあ、湿地が広がってるわけですね、はい、でバイユーっていう言葉もあるんですけども、バイユー、はい、バイユーカントリーっていうのはミシシッピ州のことを言ったりするんですけどね、っていう風にどんどん難しくなっていくので、はい、音楽の方行った方がいいね、はい、じゃあちょっと2曲目いきましょうか。2曲目いきますか、はい、はい、続いてはこちらです、ジョー・コッカーのマッドドッグス&イングリッシュメン、1970年です。ジョー・コッカー、ジョー・コッカー、ね、マッドドッグス&イングリッシュメン、はい、まあ、これいわゆる一大スワンプショーですね。これライブ。あ、はい、まあ、ジョー・コッカーさんを打ち出す、はい、ジョー・コッカーが一応主役で売り出す、うん、はい、でそのツアーにものすごいこう派手なメンツを揃えたいと、うん、でそこでレオン・ラッセル、はい、ポーンって出てきて、はい、じゃあ僕に任せてくれる、うんうんうん、でレオン・ラッセルさんが自分のいわゆるさっき言ったコネクション、はい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 、ね、自分がもうシンジケートとなって、はい、お前も来い、お前も来い、お前も来い、うん、お前も来いと、でみんなものすごい人数になっちゃったわけですね、
もうある意味サーカス団より、これ持ってないかな、あ、ちょっとちっちゃいですけど、えこれ別にバックのバックっていうか、あの裏のスタッフとかじゃないですよこれ。じゃないですよ。あ、まあ、集合写真、記念撮影みたいな、そういう人も入ってますけど、ほぼほぼミュージシャンですよ。これね、想像以上の人数だった。デニー・コーデルさんっていう人がいて、はい、まあ、後にこのレオン・ラッセルさんとレコード会社っていうかレーベル作るんですけど、はい、デニー・コーデルさんから、まあ、仕事の依頼があったと、うん、でもう女王国家じゃないや、レオン・ラッセルさんに任せますと、はい、要は分かった、じゃあすごいいいショーにしていこうぜと、うん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 、それも呼ぶ呼ぶで、呼んだ側、はい、呼んだ側っていうかお願いした側は、はい、いくらになるんだろう、ギャランティーとか、あー経費ですよ、はい、ええ、ものすごい高くなるじゃん。あ、そうですね、もちろん、ええ、でレオン・ラッセルさんに言ったらしいです、はい、ちょっと例えばあのドラムね、はい、2人いたりするんですけど、別にダブルドラムじゃなくていいんじゃないですかと。そしたらレオンさんね、はい、ラッセルさんは言いました、はい、いやもう約束しちゃったし呼んじまったと、はい、どうしてくれるんだってなんだ断りづれえなと、結構ラッセルさん強引ですね、で、まあ、デニーさんはね、あ、じゃあいいっすっていうね負けちゃうか、困ったな、言いづれえな、どうすればいいのかな、まあ、大ボスに言われちゃったらしょうがないですよ ね、まあ、キャンセル料もかかるな、まあ、それは言ったか知らないけど、ね、あ、じゃあいいっす、あのラッセルさんの言う通りで、あ、本当はじゃあ頑張るみたいなさ、ええ、でこれね、デナニー&ボニー&フレンズって、まあいいや、あ、出ましたね、はい、ね、自分も紹介したでしょ、はい、ね、あのフレンズって、はい、この結構レオン・ラッセル界隈のコネクションだった。そうなんですか。そう、うーん、デナニー&ボニーもレオン・ラッセルとも関連があるし、はい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 、みんなある意味近くても遠くても仲間なわけですよ。で、このショーのためにごっそりとフレンズ人抜いていきました、はい、デナニー&ボニーはすっげえ困ったみたい、その時。そりゃそうですよねで、その時にブリティッシュ、イギリスの、はい、例えば、誰だ、クラプトンとかが手伝ったりして、はいはいはい、あとジミヘンドリックスが一緒にやってくれたりとかして、うーん、デナニー&ボニーさんはなんとか体裁を整えて。でもあのアメリカとイギリスの交流っていうのもあったわけですね、あった、全然。それも前言ったけどな、カーちゃんねえ、イギリスが発祥ではないんだけど、はい、ね、クラプトンだ、ジョージ・ハリソンだ、あと、大好きなデイブ・メイソンね、カ、はい、ーチャーが大好きな、はい、ね、がアメリカで見つけちゃったわけ、はい、は、僕らが次にやるのはこれですねっていう、そう、スワンプで、それをそのまま持ち帰ったからブリティッシュスワンプっていうのができた。ええ、まあ、まずは発祥はここら界隈なわけですね。あ、まあ、ちょっと話が長いな、曲 いこう、ね、これ何曲目だ、これ7曲目です。7曲目ですね、はい、これはライブです、はい、ね、なので急にあの完成から始まるかもしれませんけどもね、でいきなり聴いていきましょう。スペースキャプテン、あ、17ですね、はい、17、すいません間違えました、17です17曲目です。さっきのデナニー&ボニーも実はこれもいろんなバージョンがあって、はい、要はボーナストラックみたいのが入っちゃって、ほとんど2枚組ぐらいの曲たくさんあったりして、はいはいはい、そうするとまたちょっと順番違ったりしちゃうので、あ、はい、まあ、一応僕が持ってきたやつね、はい、これね、2枚組のやつもあるんですよ、コンプリートみたいな、うん、おお、それ持ってますけど今日は持ってきませんでした。すごい壮大な感じですね。今ちゃんと聞いてもらうために僕あんまり喋ってない今回は聞かない。ドゥドゥドゥ、これも結構な大人数で演奏を演奏してますか。うん、これピアノ転がるようなピアノのプルメメンって弾いてるのはレオン・ラッセルですね、はい、
へぇー、タン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 っていう、あとラッパ隊も入ってるし、そう、いろんなコーラスがいますね、うん、上国家さんのダミ声以外に結構な人数いるんじゃないですか、うん、女性もいますよね、そう、楽しそう、ああ、ねえね、俺の得意技ですけど、これめっちゃいいよ、本当ですか、めっちゃいい、上国家さんちょっとね動きがね微妙なんですよ、動きが微妙、こうやってなんか歌うんです、ほんとほんと本当ですか、え、病気っていう、それが上国家さん、Wanna to meet together, wanna to meet together、スワンプってこういうやつで、わかりますかね、ゴスペルが思いっきり入ってますね、ゴスペル、これゴスペルですよ、うーん、いわゆるロック、まあ、リズム&ブルースとか、はい、それからちょいとカントリーっぽいっていうかさ、あー、A メロあたりなんかちょっとカントリーっぽかったりして、で大団円になるっていう、これゴスペルなんですよ、うーん、だからそういう音楽が混ざったものがスワンプです、はい、で本当は南部が当然ながら発祥なんですけども、はい、でレオナセルさんも南部の人間なんですけども、はい、実際は西海岸で仕事をしていたので、 LA ね、ロサンゼルスとか、はい、西海岸で仕事をしていたので LA スワンプコネクションっていう、いろいろ難しいですね、難しいですね、スワンプは南部、はい、だけどそこを出身としてそこの音楽をやってる人たちが、はい、まあ、いろんなポップスとかいろんなアレンジャーとかね、うん、はい、いろんな仕事で都会に出ます、はい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 、で都会に出ると、まあ、ニューヨークだったり東海岸か西海岸じゃない、はいはい、でそうしたところでそっちの方行って作った一大ムーブメント、わかりますかね、わかります、うん、へえ、だから名前で言うと結局はロサンゼルスでの界隈で、はい、やってる人たちが多いんで、うーん、 LA スワンプって LA スワンプコネクションとかスワンプ LA コネクションとかレオン・ラッセル・スワンプ・コネクション、まあ、いろんな言い方あるんですけどね、あ、まあ、これ好きになるとね、あの楽しいんですよ、そうやって覚えていくのが、あ、本当ですか、うん、でやっぱシンガーボーカリストだけが主役とか、はい、もう本当にバンドっていう形だとギタリストが好き、ここのドラマーが好きとかってなるじゃないですか、でもこういうの好きになっちゃうと、はい、いろんな人がベース、うん、ドラム、ギター、はいはい、ピアノで入ってるわけじゃん、はい、でこの人って、あ、この人もこの人もこの人もこの人のもやってるっていう風につながってくるわけ、あ、そうするとその人がいるアルバムというか、はい、その人がやってるアルバムを集めるとかいう風に今度なってくるわけですよ、調べて本当に人脈で、そうそうそう、いろんな、はあ、ねえ、壮大な感じですね、どうでした壮大な感じで、こっちの曲いいなと思いました、こっちの曲さっき聞いたやつよりなんか、あ、まあね、さっき 今触っちゃいましたね、触っちゃいましたね、さっき触っちゃったササっていう音がしましたね、ねえ、はい、まあまあまあスワンプなんですよ、うん、はい、レオン・ラッセルの人脈ね、コネクションね、すごいんですね、はい、まあでもデニーさんはちょっと困ったっていうねまあそうですよね、持ってかれちゃったっていう、結果的に知らないけど、はい、赤字だよね、あんだけの人間が動けば、ま、そりゃそうですよね、何万人入ったって、そうですね、移動するだけでものすごい金額かかる、あ、まあでもね、そういうもんなんですよね、これ大人数ですけど、うん、それぞれ一人一人がそれなりにこう、うん、なんていうんですか、レベルの高いというか有名な人たちってことですもんね、うん、もちろんそりゃすごいわ、そりゃそうだろう、そりゃそうだろう、適当なアマチュア番組で弾いてたお前も来るか、いいんすか、そうです
よね、うん、その代わりこの曲覚えろよなんですね。あこんなにいるんで みんながすごい知名度の人ってすごいなと思って、ここだけ、まあ、この頃はね知名度はなかった人もいる。あそうなんですね。そう有名なあのコーラス隊のお姉ちゃま方なんかはこの後、まあ、有名になっていく人もいますけどね。すごい人数。ちなみにレオン・ラッセルってスーパースターっていう曲とか知ってるかな。スーパースター、ソングフォーユーとか知ってるかな。ソングフォーユー、あとはディスマスカレード、校内マスカレードかな。カーペンターズとか知ってる。いいよ次行こう。ハテナが行きましょう。ジョーコッカーでした。はい、いいよ、はい、続いてこちらです。レオン・ラッセルのファーストアルバム1970年です。かっこいい、かっこいい、かっこよすぎる。レオン・ラッセルさんがこんな人なんだ。そうこれね、はい、まあ、俺ちょこちょこ荷物にならない程度、これもレオン・ラッセルですけどね。あーすごい怖いでしょ。怖い白ねえ白怖、うん、まあ、これはあの民族的なものをこう打ち出したかったというかね。はい、でもかっこいいですね、うん、これを見る限り、ね、この人ね、パッと見よくわかんないけど、はい、世紀の美男子っていうふうに言われていた時期もあります。あそんぐらいのイケメンなんだ。イケメンです。へ我々から見るとイケメンには思えないんだけども。そうですね、そんななんかあの世紀のとか言われると、うん、え、そうかぐらいのね。そうですね、ちょっとそこまでかなっていう感じです。人気がかっこいいんですね、この頃。ごめんなさいね、レオンさんね。すいません、素人が本当に、すいません。いや、まあまあでもね、イケメンだどうなっていう話はまた別個ですからね。そうですね、はい、はいはいはい、一応謝っとかないとね、すいません、ね、すいません。僕ね、レオン・ラッセルさん、まあね、5人のうちのベスト5の1人に入ると、はいね、というかまあまあスワンプそのものがね、はい、でレオン・ラッセルさん、まあ、もちろん僕一番好きなんだけど、はい、このファーストアルバム、はい、この間さ、はい、ボックスのチャチャチャラチャドドン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 、あれをあのうちのお兄ちゃんがね、はいはい、俺こんな曲作れたらもう死んでいいなと、はい、うん、俺こんなアルバム作れたらもう死んでいいんだと思わないけど、はい、こんなアルバム作れたらもうそれだけであの楽器を触るのやめてもいいぐらい、っていうぐらいこれはね目指した僕が。そうなんですか。はい、この中にね有名な曲ソングフォーユーとかね、はい、あるんですけど知らないですね。聞いたらわかるんですかね。もしかソングフォーユー聞けばわかるかもしれない。ハミングバードもまあこれね名曲だらけです。あ、はい、ですか。ただ、はい、ちょっとねあの明るい方がいいかなと思って選んだのはですね、はい、6曲目ですね。はい、6曲目、はい、まあ、これもでもヒット曲ですよ。おいろんな人もカバーしてますし、いきましょう。デルタレイディ、わー明るいですね。このねレオン・ラッセルの、ね、歌声が素晴らしい歌い方というか。そうなんですね。カンテンテンデン、このウィャオっていうヘビみたいな。さっきの曲とさ、大きく言うと雰囲気同じでしょ。あどう？なんとなくわかる気がします。でしょ？はい。テテテンテテテン。ドンドンデレ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 ドンドン。このレオン・ラッセルさんは。はい。歌う人なんですか？ボーカル、何でも、いや、ピアノ言ってましたもんね。まあ、元々はね、スタジオミュージシャン。あ、そうなんですね。ポップスの、はい、60年代初期のポップスの、はい、例えばピアノを弾いたりとかギターを弾いたりっていうアレンジャー、 あと曲を書いたり。あ、そうなんですね。でも若き日の頃から、はい、プロデュースもしたりしてたかな。はー。で、まだ有名になる前に、はい、ポップスグループって言っていいのかな、はい、そういうグループの例えば曲書いてたりとか。まあ、ギターを持ってる姿よりはピアノ弾いてる姿の方が多いですね。あ、そうなんですね。ピアノがやっぱり主かな。へえ。確かに歌声がすごいですね。これね、いまいち上手くないのよ本当は。そうなんですかこれ。
ここが本当の音符だとしたときに、はい、ここけ結構こう波がっていう風になるの、そこがねたまらない。あ、そうなんですね、たまらない。本当の上手い人こんな風にしないから。あ、そうか。あ、黒人さんとかすごいからさ。でもこういうの好きな人にはもうたまらない。そうですよね、たまらない。この人フィル・スペクターっていう超有名な人いるんですけど、はい、とこのバック、まあ、関係の、はい、フィル・スペクターさんって、まあ、ご自身もミュージシャンだったんだけど、はい、すぐにプロデューサーとして名を上げてった人ですけど、曲書いて、はい、でそこのスタジオミュージシャンをやったりとか、あとまたいつか出ますけどバーズっていうバンドあって、はいはい、でそこで、まあ、セッションミュージシャンやったりとか。へー。とにかく南部にオクラホマ、はい、ね、南部にいたんだけども、まあ、仕事のために、まあ、西海岸いっぱいあるやんっていう音楽の仕事が、はい、っていうことで出てった人、はい、でもさっきの曲とその雰囲気が似てるっていうのはすごい分かる気がします。でしょ、はい、やっぱこれがその黒人さんの音楽、もともとのね民族音楽とか、はい、あとゴスペルみたいのも入って、はい、でカントリーみたいのも入る、はい、でそれが一色単になってロックとして出てくるのがスワンプ。これはさっき言ったドラム2人いらないんじゃないですかねって言ったデニー・コーデルさんと一緒に作ったレーベルがあって、はい、シェルターレコーズっていう、シェルターレーベル、シェルターレコードね、はい、でそこのレーベルを立ち上げてご自身で自分のソロを出した。あ、これが1作目ですね。なるほど、はい、だからもうすでに経歴は長いですからね、この時点で。長いというかまだ若いけど、はい、ものすごいいっぱい仕事をしてきて、はい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 、でやっと自分の名前で1枚出したという。へー、これも必聴です。メタル以外聞かねえよっていう人も聞いてください。お、ね、それぐらいの。そう、聞かねえよっていうのに聞けってのおかしな話だよねおかしな話なんだけど、聞いてみたらそう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 、ね、変わるかもしれない。そうそう、へー、いいじゃないですか。ジューダス・プリーストの次にこれを聞くとかね、わかんないね、ジューダスとかねニューアルバム出したんですよ、結構いいんですよ。結構なお年ってことですか今。お年です、お年です、ジューダス・プリーストね、知らないね。知らないですね、はい、まあ、ハードロックメタルですよ。メタル、まあ、とにかくこれがもう LA スワンプコネクションのリーダーです、はい、かっこよかったです、はい、この曲かっこいいでしょ、はい、レオンさんね、たまりませんもう亡くなる数年ぐらい前、はい、まあ、2016年の末ですからね、はい、その前とかにエルトン・ジョンっていう人と、エルトン・ジョン有名だけど知ってます、うん本当に知らんねえまあまあディラン知らなかった人なんでね、ボブ・ディラン知らなかった人なんで、まあでもね、エルトン・ジョン同じぐらい有名ですけど、はい、エルトン・ジョンさんがいましてね、はい、エルトン・ジョンさんがほぼね隠居生活になっちゃってるレオン・ラッセルさんとやりたいっつって2010年とか11年とかそのぐらいかな、はいはいはい、まあ最近だよ、ここ数年、はい、で出して一緒に作ったアルバムなんかあるんですよ、はい、そん時のレオン・ラッセルなんてもう1000人ね、ヒゲこんなで1000人で、まあもちろんちょっともう太っててね、あーうわーってなって全部白で。でもいいんですか、そのいい、めっちゃいい。本当ですか、やっぱこういう曲でこういう歌い方なんだ。あー、衰えないんですね。衰えないですよ、まあね、でも亡くなっちゃいましたけどね、レオンさんかっこいい、よかったです。スワンプいけるんじゃない？いけるかもしれないです。私なんか勝手に、うん、こ, なんこのタイトルだし今日流れる曲、うん、相当なジメジメ具合ドロドロ具合だと、まあ、そうね、はい、これはまあどちらかというとあのこの絵とこの字からすると、はい、恐怖映画とかそっちを思い出しちゃうよねそうですね、私の勝手なイメージでこれをちょっとデザインしちゃったんですけど、ゴブリンとかしてる？ゴブリン知らないね、まあ、プログレですけど、はい、プログレですけど、その恐怖映画の、あ、そう、サウンドトラックやってたりとか、そんな感じになっちゃいましたね。そうですか、ちょっと全然イメージが違ったなっていう、はい、だから全然ちょっとこの後の曲も
楽しみになって。いいでしょ、はい、湿地帯ということよ、あくまで、はい、ね、ドロドロジメジメっていうのは、うん、まあそんな話はいいからもう一曲いこうか。これもいいのよ、これセカンドね。あ、もう先行っちゃった、どうぞまた来ましたね、こちらです。レオン・ラッセルの&ザ・シェルターピープル、1971年です。詩が長かった失礼しました。詩が長い、シェルターピープル、そうね、先ほど、はい、シェルターレコード、ね、ご自身のレーベルね、はいはい、でシェルターピープル、はい、まあ、要は自分のコネクションというかさ、出ました、そういうことか、 このシェルター界隈にいる人たちみたいな、はいはいはい、まあ、いろんな人使ってますけど、はいはい、でここは曲によって4つ実はグループ、はい、4つグループっていうかね、なんて言えばいいんだろうな、レコーディングした場所も確か違うと思うんですけどもね、はい、4ついて、そのシェルターピープル、うん、それからフレンズインイングランドなので、ブリティッシュですね、はいはい、それからマッスルショールズ、はい、聞いたことないですか。聞いたことあります。ありますね、はい、僕前一生懸命説明しましたけどそうですよ ね、はい、黒人さんがあのバスからレストランからこうちゃんとバラバラにされてる時代の話したことないですか。聞きました、聞きましたね、聞きました。その時に出てきたマッスルショールズ、ね、スワンパーズ、それからタルサトップス、はい、タルサ、はい、タルサっていうのはやはり南部ですね。あ、はい、要はこの曲とこの曲はここの人たち、はい、この曲とこの曲はここの人たちみたいな形で録音をされているんですけど、はい、まあ、難しいことは考えずに聞いていけばいいかなというふうに思います、はい、じゃあちょっとこれの1曲目ですよ。もうね、素晴らしいのよ泣いちゃう、いや泣かないかもしれない、行ってみようか、はい、ストレンジャーインナーストレンジランてんてんおてん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 どどでどでこれにゃおてかね、声がいいですね、いいでしょ、はい、これやっぱりこのグループというかによって全然曲の雰囲気は変わって、まあ、よく聴けば、あ、そのアレンジというかバンドの勢いとかね、はい、よく聴けば違うけど、はい、結局この人が歌ってこの人が作って、まあ、はい、カバー曲もあるけどね、あ、まあ、そう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 、なのでまとまりはすごいある。ああ、なるほど、うん、やっぱりこうゴスペルみたいな、そうですね、本当ですね、ストレイレイン、セデミスレイン、ナー、壮大だな、テテ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 。先ほども言いましたけど、このオクラホマ出身のミュージシャンたちっていうのが一つの一大勢力を、はい、まあ、レオン・ラッセルに続いてどんどんと作っていったわけですよ、はい、例えばジム・ケルトナーさんって今でもね、今でもいろんなところにミュージシャンというかね、いろんなところでドラム叩いてますけど、はい、めちゃかっこいいですよ、めっちゃうまいし、そうなんですね、もう何にでも合わせれる、はあ、メタルやハードロックやんない、あ、基本的にこういう、なんていうのかな、ルーツ的なもの、すごいな。 Tell me why、 あとドン・プレストン、ロジャー・ティリスンっていう人とか、あと誰だろう、 J.J. ケール、はい、まあ、この後出てきますけど、はい、J.J. ケールさんとかもこのレオン・ラッセルのお仲間で、みんなもうそれぞれ本当にどこにでもいるね、70年代っていう、はい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 、で亡くなってなければ大体今もやってます。あ、そうなんですね、ロックってどうなんですか、日本人ファンは多いんですか。どちらかというと少ないかも。あ、そうなんですね、ええ、うん、
そんなことないよって今ね、あの YouTube の前で言ってる人もいるかもしれないけど、それはあなたが好きだからね、あなたが好きだから多分そう思うのであって、はい、どっちかというと少ない、どちらかというと日本ってね、はい、結構ハードロックとかメタル人気あるんだよね、やっぱり。ああそうですか、うん、あっちのこう縦乗りな感じ。あでね、ビート系が好きなんですよ、はいはい、まあ、だから60年代ブリティッシュビートだって、はい、あの今のもう60代70までいかないかなぐらいの人たちっていうのは、はい、やはり狂喜乱舞したわけだし、縦乗りが多いんですよね、こういう大きい横乗りというかさ、ちょっと違うんですね、大陸的な乗り、はい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 、うん、もっとこうビートガンガンじゃなくて大陸的な乗りっていうのが日本人どうなんだろうね。あで僕は逆に大陸的なノリの方が好きなんですよ、はい、まあ、あとは好みなんでね、まあ、そうですね、そう、ただやっぱりね、いまだにメタルのコミュニティとか、はい、おっちゃんバンド、親父バンドなんかもメタル多いしね、うーん、まあ、多分メタル全盛期っていうのが70年代末80年代なんで、はい、それぐらいが一番やっぱり売れた時代なんでね、レコードが。そうだからその時に青春時代、はい、青春かよの日を過ごしてきた人たちが多いからかもしれないけどね、はい、なるほど。そうするとメタルムーブメントみたいなのもあったし、はい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 、はい、でも大陸的なものとかはどうなんだろうね。でも素敵だと思います。素敵だと思います。ありがとうございます。はい、すごい素敵な曲です。いいでしょ、はい、レオン・ラッセルかっこいいです。かっこいいのよ、声がいいですね、声が。もうね、さっきさ、カーペンターズ、本当に知らないの、カーペンターズ。こう、どうよ。でも知らないのかな。まあ、知らないか。カーペンターズってあの、まあ、ポップスの、妹とお兄ちゃんかな、あれね。俺カーペンターズとか逆に詳しくないんだけど。はい、そう、あのいわゆるその本当の意味でのポピュラーミュージック、ポップス音楽みたいなものをこう、はい、ガーンと世に出してかなり売れた人たちなんですけど、でご自身の曲よりもやっぱり誰かの曲を歌って大ヒットさせるっていうね。あ、カバーなんですね、はい、でレオン・ラッセルの曲なんかも超有名ですよ、その人たちが歌ったやつは。聞いたことあるのかな。聞いたことあると思いますけどね。まあいいですよ、じゃあ次行きましょうか。いいです、いいです、気にしなくて。いいですか、気にしなーい。どうぞどうぞ。どういう顔っていう、ええ、はい、こちら、あ、出てきました、さっき JJ ケールのトルバドール1976年です。わし、今出てきましたね、ええ、JJ ケールさん。 JJ ケールね、はい、いいんすよ。溜めて言いましたね、 JJ ケールね、はい、確かね、俺やばい記憶定かじゃないんだけど、はい、レオン・ラッセルさんと高校、はい、一緒だった人だと思う。あ、そうなんです か、 本当の友達、あ、だったような気がしたけどな、間違ったらごめんね、確かでもそうなんですよ。あ、そうなんですね。で、この人ね、JJ ケールさんもう亡くなっちゃいましたけど、あ、何年だろう、2000、いや忘れちゃったな、でも2000年も入って、はい、何年も経ってからだけどね、あ、2010年まで行ってないと思うけど。あ、そうなんですね。まあ亡くなってまだね、そんな経ってませんけども、はい、JJ ケールさんはレオン・ラッセルさんと違って前に出たりえばるのダメな人なんですよ、この人。もう家でこそこそと、まあ極端に言うとよ、家でこそこそと自宅録音しながらほっこりっていう、本当にこの人の映像残ってるけど、なんでそんな目立たずやってるのっていうぐらい、なんかね、聞いてるんですかみたいな。いやマジマジマジ、そんな人もいるんですね。いるのよ。あ、そうなんだ。そう、へえー、でこの人自身が自分がもう有名になるなんて、もうなんかもうってもうちょっと家帰りますっていう、まあ、謙遜して、そういう人なんで、はい、もう謙遜も何もね、あんまり人に会いたくないんじゃないかな。どっちかっていうと、そういうことか。もう後ろにミンミンってやっていたいタイプじゃない。だから歌い方も全部そうだもん。あ、そうなんですか。本当にね、つぶやいてるだけ。メロディーはあるんだけど、もうこの人なりにつぶやくっていう。で、全曲、はい、全曲
ギターめっちゃうまいのに、はい、そのギターソロもね絶妙なんですよ。あの言ってみれば大したことはしないんだけど、はい、だけど本当はうまいんだよ、はい、だけどひょって本当にね性格と同じね。あ、そうなんですね。弾き方も弾き方も、でもそれがねたまらない。はい、どんな感じなんだろう。確かねやっぱねレオン・ラッセルが引っ張り出したんじゃないかな。あ、そうなんですか。はい、で結局はね、はい、ロサンゼルス合わねえっつって、はい、合わないよね。あのみんなこうビキニでお姉ちゃんがこうやってさ、合わない合わない、ね、ローラースケートでローラースケートでコカ・コーラかなんかこう持ってるさこれ全然合わねえっていう。だから結局、ね、オクラホマに帰りましたけどね。そうなんですね。帰って自分でスタジオを自分の家に作って、はい、そこでもシコ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 とこう音楽活動を。そういうのが好きなんですね。そういうのが好きなんですよ、この人。でこの人もやっぱりエリック・クラプトンとかがこの人の音楽聴いて、はい、いやもうあんたみたいになりたい、あんたみたいな音楽をやりたいっていう。それでもやっぱ JJ ケールさんはいやいやいやって多分思うでしょうね。もうえっていうかあんた有名じゃんっていうお願いだから近くに来ないでくれっていうさそうなるんでしょうね、うん、どんな声も気になりますね。どんな感じなんだろう、はい、ね、じゃあ行ってみましょうか、はい、これしかも今クラプトンって言いましたね、はい、クラプトンがこの人大好きだと、はい、大尊敬だと、うん、ね、クラプトンがカバーしてクラプトンが自身がカバーをさせてもらって、はい、ヒットさせたナンバーがこの中にはございます。はい、何曲目だ ?6 曲目ですね。はい、はい、コケイン。じゃーん、たらけ、たらつ、たらつ。じゃーん。これクラプトンのこれ大ヒットしたんだよ。あ、そうなんですね。うん、JJ さん、僕にこの曲やらせてくださいって。そんなにもう惚れ込んだ感じなんですね。コケイン。これまだ歌ってる方。あ、本当ですか。うん、えだなしぞなしぞなこけん。もう曲もさ、そうですね、あのドシンプルっていうか、あ、これ全編これよ。本当ですか。あのデビュー作からずっと。でも全くレオン・ラッセルさんとは本当に全く違いますね、うん、うん、独特な、それでっかいってさシドナーコケイン。でもさっきのまでのこうなんか壮大な感じはもう全くないです全くないよねだけどやっぱりね南部なのよ。あ、そうですか、はい。ギターソロもこれ感想なんだけどね。そうなんですね。なんか不思議な独特な。でもクラプトンとかこれを目につけたっていうかさ、はい、いいんだろうね。そうなんですよね。でアメリカの部、まあ、サザンロックっていうのがまた別であります、はいはい、ね。でサザンロックで有名なのは、オールマンブラザーズバンドっていうのと、うん、あとレイナード・スキナードっていうのが、はい、まあ、ちょっと後ですけどね、はい、でレイナード・スキナードは70年代なんかものすごかったわけですよ、はい、売れて日本でもファン多いです、はい、もうやはり大所帯というかさ、バンドのメンツも多くて、はい、もう南部の荒くれ者をやってきましたみたいな、はい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 、その人たちももうデビュー作からやっぱり JJ ケールの曲をカバーしてるね。そうなんですね。そうなんですよ、影響力が。シドナーコケイン、好きな人にはたまらないんだな、うん、この感じが。これどこにもシャウトする場所がないっていうか、また全然違う種類の曲ですね。でこれはシルターじゃなかったと思うんですが、ファーストとかはそれこそシェルターレコード。あ、そうなんですね。そうだ、レオン・ラッセルとデニー・コーデルの会社というかね、うん、はい、そこから出してます。はい、あとクラプトン「アフター・ミッドナイト」っていう曲をカバーしてたりとか。へえ、はい、で90年代末とかそのぐらいかな、はい、21世紀入る前後ぐらいかな、はい、とうとうクラプトン「WithJJK」っていうアルバムも出して。そうなんですか。うん、
確か逆じゃない JJ ケール with クラプトンじゃないよね。クラプトンが主になって、まあ、その方が売れるしね。あだけどクラプトンの気持ちは違うけどね。まあ、そうですよね。もちろん、うん、絶対そうですよね。まあ、そんなのもあるという、この人もそのレオン・ラッセルさん の, そのコラボじゃないですけどこう一緒にやったりとかもしてるわけですよね。あ、やってるやってる。なんかそういうのは大丈夫なんですね。なんかコラボとかも嫌そうじゃないですか。あのね、そういう映像があって、はい、その時もあの隅っこの方で。あ、そうなんですね。で、歌ってるボソボソ。で、レオン・ラッセルは今日歌ってる。もう極端な。そう。へえ、面白い。なんかね、田舎の親父って本当にね、はい、そのまんまなの。田舎のね、何にもかっこつけ、終わっちゃったよ。終わっちゃったっていうか、1時間経っちゃったよ。独特な、不思議な感じ、はい、もうね、好きになったら病みつきになります。そうか、そういうなぜか、毎回同じだから。あまあ、同じって言いながらもちろん曲はもちろん違うのでね、はい、別に全く同じ曲があるわけではないんですけどもね、うん、はい、面白い、まあ、こういうのをミュージシャンズ・ミュージシャンっていうんだね。要は外のいわゆるリスナーとかからまず火がつくよりも、はい、ミュージシャンが憧れるミュージシャン、 あの人いいよね、すごいよねっていう、それって嬉しいですよね。嬉しいよね。はい。で、まあこの人そのものは金にならなくても、はい、ミュージシャンズミュージシャンだから、はい、その憧れてくれてるミュージシャンが何かこの人のためにやって売れてくれればさ、この人にもお金入るわけじゃない。めっちゃいいですね、うん、いいっすね。へぇー、 JJK、ね、全然また違った曲で、ちょっと僕今お腹グーグー言ってます。時間が腹減ってます。時間が、そうですね、お腹空いてきちゃいました ね、はい、力がなくなってきてます。行きましょうか、ラストだ。はい、ラスト行きましょう。続いてこちらです。フアマン&フレンズのフォアマンぐらいにしてくださいフォアマン&フレンズのあサイドマンズジャーニー2009年です。フォアマン&フレンズ。フォアマン、この人ね、クラウス、おいし、ね、クラウス・フォアマン、失礼しました、失礼しました、バッタバッタ、あるし、まあ今どうせここ出てるからあ、そうです ね大丈夫ですね、はい、これうまくはまらないんですよ。はまらないですね。このね、クラウス・フォアマンという人は、はい、もう VOOR って書いてフォアって読むってことは、これ英語ではないですね、ドイツですね。あ、ドイツ、はい、オランジュルメンでございます。まあ、今インドネシア語ですけど、ね、ドイツの方でございます、はいはい、だけどもイギリスで仕事をしてたりとか、アメリカでもやってましたけどもね、はい、で、もともとはビートルズと関わりがあった人、はい、人たちというか関わりがあった人、はい、リボルバーっていう有名な、まあ、ビートルズどれも有名なんだけど、はい、リボルバーっていうアルバムがあります、はい、1曲目がタックスマンっていう曲から始まるんですけどね、はい、でそのジャケットの絵とか描いてるのが、はい、クロス・フォアマンさん。絵も描けてデザインできてーベースを弾く、すごいですね。で曲も描きますよ、多彩、はい、でベーシストとしてはちょこちょこと、その頃のブリティッシュビート、はい、ね、ブリティッシュインベージョンのね、はい、あのバンドたちのところで時折こう入って弾いたりしてて、ただもともとやっぱりこの人もね、前に出るタイプじゃないので。あ、そうなんですね。そうなんですよ、前に出るタイプじゃないので、はい、結局なんだかんだでドイツに帰っちゃったんですね。そうなんだ。まあ、だいぶ70年代そのちゃんと活躍というかミュージシャンとしても仕事をしてて、はい、同時に、デザインもやってて、へー、すごいな。でもうミュージシャンいいやということで、はい、ドイツに帰って自分の美術というかその事務所建てて、でそっちでそうちゃんとデザイン家というか美術家というかの方で食べていたんですけども、すごい。でね、ね、僕ね調べたんですよ、このアルバムそのものがなんで出たかっていう経緯は、はい、地元のドイツで、はい、このフォアマンさんを主役とした、はい、ドキュメンタリーテレビ番組、うん、要はフォアマンさんね、ビートルズと絡みがある時代、はい、ビートルズのメンバーにもなりたかったよというようなこの時代から遡っていって、今はこんな風になってますよというドキュメンタリー、はい、そういうのがあったんですか。それを作られたわけ、はいはい、でその時にサウンドトラック的な感じで、うん、まあ、いろいろとやっていこうと、うん、で
昔の旧友と会っていこうよと。ああ、だから昔の旧友と会ってセッションをしていこうという。なので例えばポール・マッカートニー、ザ・ビートですね、ドン・プレストン、これスワンプですね、でユフス・イスラム、この人はもう改名しちゃってるんで、はい、キャット・スティーブンスという元の名前なんですけども、 あとボニー・ブラムレット、あ、これデラニー&ボニー、おー、ね、デラニー&ボニーの奥さん、元奥さんなんですね、はいはい、あとはドン・プレストン、そうですね、ドクター・ジャン、これはあれですよ、ニューオリンズ、ニューオリンズ、もう全曲が違う人と。そう、だからフォアマンが訪ねて行ったりとか、でフォアマンがいるスタジオに彼らが訪ねてきたりとか、でうわーって何か一曲やろうよって言って、まあ、カバーだから全曲カバーですけどね。そう、本当のアンドフレンズですよ。そうそうそう、本当の。でそれをテレビ、いい番組だよね。いいですね。でその中でやっぱスワンプですから、はい、誰を選ぼうかなと思ったら一番最初ね、今日ね、デラニー&ボニーじゃないですか、はい、で最後はボニーさんで、お、ね、このフォアマンさんとボニーさんがジョージ・ハリスン、ビートルズのね、はい、のマイ・スウィート・ロードっていう、はい、とても売れた作品、はい、まあ、パクリだなんだって言って裁判になってジョージさん負けましたけどね、あっていうのがあるんですけども、はい、でその曲とそのジョージさんのアルバムそのものもブリティッシュ・スワンプ、要はもう、アメリカじゃこんなすげえ音楽が始まってるぜって言って持ち帰ったのがクラプトン、デイブ・メイソン、ジョージ・ハリスン、はい、ね、でそのジョージ・ハリスンがそこに影響されて作ったアルバムがあって、はい、でその中の一曲なんですね。うーん、でこれをドスワンプのボニー・ブラムレットさんがやって、はい、こう関連するサイドマン、ね、もういつでも私は横の人ですっていう、はい、フォアマンさんがこう支えているという。これちょっと最後にかけようかな、はい、説明長いな、疲れたな、顎が5曲目いってみましょう、はい、ね、これだ、マイ・スウィート・ロードフューチャリングボニー・ブラム、ドン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 、もうスワンプですね。スイーラー I really want to see you I really want to see youMy sweet love、 これは知らないですね。知らないです。そうか、はい、いい曲なんですよこれ、まあ、ジョージ・ハリスンのバージョンもっともうちょっとなんていうのかな、こんなに溜めてないですけど、ね、あ、うん、でもうまいっすよね、ボニー・ブラムレット、うまいです。あのね、僕あの YouTube で見ましたけど、はい、このドラマ、はいはい、もう何言ってるか全然わかんない、字幕はないのでね、あ、当然別に日本版はないので YouTube で見れるんですね。見れました。で、まあスタジオにわーってきたらクラウス・フォアマンと、ね、ボニー・ブラムレットがわーってやってきたら、はい、結構もう恰幅がいいっていうか、ボニーさんちょっと太ったおばちゃんみたいなこう眼鏡かけて、わー、クラウスなんつって、でこれを歌い始めるんですけどね。ハレルヤ、ハレルヤ。すごいな。結構ね、ビートルズの、リンゴスターとかも参加してるし、もういろんな人が。さっきジム・ケルトナーさんってドラムめちゃくちゃかっこいい、今でもやってるって言ったじゃないですか。はい、ジム・ケルトナーさんも参加してるし。アルバートリー、バンダイクパークス、バンダイクパークス、バーバンクサウンド、バーバンクサウンドなんだかわけわかんなくなってきましたね。
もういろんな。声がかっこいいな。いいね、この70年代、まあ、60年代末から70年代というところをね、はい、ミュージシャンとして今俺逆を、まあ、どうせ見えないだろうけどね、はい、そういうところをね、こう、うん、超大物たちとこう、ね、有名な人たちなんていう、ね、はい、集まってやるというすごい仲間入りしたい。すごいですね、豪華メンバー、うん、もう優しそうな人よこの人本当に、あ、裏方さんなんだなっていう。あ、そんな感じなんですね。だからサイドメンズジャーニーね、要はもう いつも裏方でいる人の旅というかさ、あ、はい、という、まあ、タイトルなわけですね。僕サイドマンですから目立たなくていいですからっていうさ。ファーマンさんもそうなんです、ね、そうなんですよ。まあここら辺がこれスワンプってもっとめっちゃあるからね。そうなんですね。いやいや、もうあのアーティストっていうかさ、はい、めっちゃあるから、その中でもまあ聞きやすいやつを選んだのと、うん、はい、全てなんだかんだ言ってレオン・ラッセルさんと関連がある人たちです。本当にそうでしたね、はいはい、スワンプね、皆さんちょっと聞いていきましょうよ、はい、でね、次も、はい、これほらパート1じゃん。そしてパート1です。パート1じゃん、はい、でパート2もあるじゃん、はい、でまたレオン・ラッセルでもいいんだけど俺的には、はいはい、ね、ちょっとあれだなっていうことで、はい、次見てね、クリーデンス・クリアウォーター・リバイバル CCR。 あ、 CCR、 はい、 CCR はまたもうね、そのレオン・ラッセルさんとかそこのチームとは違う、うーん、けど完全にスワンプですね、まあ南部の音楽ですよ。そうなんですね、でしかもミュージシャンズミュージシャンではなくてシングルヒットをバンバン飛ばしてた。逆にアルバムではあんまりヒットしてなかったりとか。あ、そうなんですね。アルバムによってだけどね、はいはい、そういう素晴らしいバンドがあるんですよ。それがパート2。お、その人たち特集ですね、はい、ということで次も楽しみにしていてください、はい、今日余分な話したよ。したね、最初ね、十分したね。したか。いや、してなかったら今また5分ぐらいやろうかと思ったけど、いらないね。したか。いりませんね。はい。ということで、もう今、はい、自分のね、ひげがある顔でちょっと安心してます。よかったです。安心するんですね。文ちゃんも生やしたらどうだい？ちょっとそれ問題じゃないですかね。私が生えだしたら。問題っていうか、うん、生えるのかよっていう話だよね。生えない生えない女の子だもの。ね。まあ、またね4月入って、まあこれね2回目でございますけども、はい、我々こう放送する世界、まあこれは別なんだけど、放送する世界にいるとですね、やっぱりこう4月から3月なんですよ、はいはいはい、1年が、あ、どうしても、うんうん、12月で終わって1月ではなくて、そうですよね、はい、まあ、会社とか学校も全部そうじゃないですか、はい、ね、どうしてもそのクールワンクールワンクールで数えてしまうので、はい、そうなると新年度じゃないですか。今新年度ですよ。ロック向上委員会 Z も間違えた。ロック向上委員会それラジオの方だった。言い慣れてるからごめんね。もう13年ぐらいやってるから。ドットコムでお願いします。ロック向上委員会ドットコムもですね、はい、新年度に入りました。入りましたね、まあ、実は前回から入ってるんですけども。ということで今年度もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。また次回も見てください。ということでロック向上委員会ドットコムでした。また次回見てね。ミスターミスター違います。チガラメメミスターミスターホゲナカポー。